はレフティ、背の高いキックを蹴れる上田です。動き出してファーサイドヘディング、田中がいましたがもう一度下げてボールネイヨもいますが、田中あヘディング、40ポストさあ押し込めるか、木山落として左足、ゴール前混戦クリア。ボール、さあこのセカンドボール、杉浦チャンス、国際落として沼田の左足、いやここは弾道変わりましたが木山かき出しました。こぼれ球、またちょっとこれはクリア不十分、チャンス読んで高さあります。ここで強いんですよね、ここの子が強さがあります。梅橋のクリア、さあ受けて右足シュートだ、決まった。そして先日お子さんが誕生したレオン・ネイレ選手に対してゆりかごダンスのジェスチャーも見せました。中野が徐々にボール握って中へのボール、さあうまくここは清原、中金谷もよく止めました。ここに大橋がいました、大橋途中交代の大橋、戻して中へのボール、クルーニーが、いやこういう形ですね、一つね、いや本当に今ナイスボールでした、はい、ヨンジェヘディングでさあ置いてきた斉藤、ついていくモーリー、時間をかけながら、あ間うまくいくかな、中サポートもあるぞ、仲間いるがヨンジェがいた、ヨンジェだ、オフサイドフラッグも上がっていません、2点目はヨンジェ、今シーズン初ゴール、ダイレクトで大石中ヘディングでかき出す、沼田からのボール、遠いサイド、頭落としてこぼれ球、1点返しました。最後は27番の広井です。広井選手ですね、2年ぶりのゴールを決めました、この広井、からは手拍子が送られています。ここで試合終了、その瞬間有馬新監督はガッツポーズ、アジアの岡山2019年シーズン初勝利、そして有馬監督にとっても嬉しい初勝利となりました。2対1勝利をしたのはファジアーノ岡山です。